はい、なんかねあのつまらないなつまらなくはないなあのベルセルクに失礼だ、まあ、あの雑談みたいなところで途切れちゃいましたけれどもねあのであのでちなみに、ね、そのベルセルクの,、ねまあその精神世界というか魂の世界みたいなところに奥底にいるのがあの、まあ、イデアなんだけれどもあのそのイデアが実はその今まで主人公たちの運命を操っていたんだみたいな話がわかるんですよね。 でちなみにそのベルセルクはねあのその奥深くにいるイデアって何のイデアかっていう話なんですけれどもまあイデアって何かのイデアですかねな何かのイデアですからねすべて勇気のイデアとか犬のイデアとかであのベルセルクのねあの精神世界の奥深くにいるもう中心にいるやつっていうのはね悪のイデアなんですよねもう邪悪の悪、まあ、そんな悪のイデアだから えーまあ、あの世界はひどいことになっているっていう話なんですけれどもあのベルセルクってい中世風のファンタジーなんですよ、えー、中世ヨーロッパが舞台の、えー、剣と魔法の世界っていう感じなんだけれども魔法はねあの、まあ、途中から出てくるんだけれどもですごいねあの戦争ばっかりしてて人間たちは戦争ばっかりしててもう地獄のような社会っていう感じで描かれてて、まあ、それというのもやっぱりその世界の中心にいるのが悪のイデアだからだっていうことなんでしょうね、うん、であの プラトンのね、イデア界っていうのは全く逆で。えー、まあ、あのー、話を聞いてりゃわかるかもしんないですけれども、あの、イデアがね、いろいろ。 こうあると。犬のイデア、勇気のイデア、美のイデア、正義のイデアっている中で、もうそのイデアのイデアがいるんですよね。イデアたちがわーイデアだって憧れてるイデアみたいなやつがいて、それが善のイデアなんですよね。もう良さのイデア。まあ善のイデアですね。で、その善のイデアがイデア界の中心にいて、まあそのイデアたちもまた善のイデアを中心に、こう控えているというかね。そんな感じなんですけれども。 まあね、あの、ベールセルクはしかし、いろんな意味でもう最終回読めねえんだろうなっていうね、諦めてますけれどもね。まずあの、連載速度がめちゃくちゃ遅いんですよね。もうあの、たまにしか雑誌に載らないっていうね。もうこれじゃ一生無理だよって、一生辿り着かないよっていうところに加えて、えー、もう、 敵の背後にいるのはイデアってさ、って言って、どうやっても勝てねえじゃねえか、それって。イデアとイデアに切りかかることは不可能だからさ、っていうね。まあ、そんな話ですけれども。で、まあ、あのね、さっきね、あの、えー、まあ、あの、理性で、理性的な、あの、シーを重ねて、イデアを明らかにしていくるんだって言いましたけれども、あの、 魂がイデアを見たことあるからとかっていうことも言いましたよね。もう魂とか理性とかどっちなんだよって現代人が聞いたら思いますよね。魂なんてあの理性と関係ないあの、まあ、宗教。 的な思い込みにしか過ぎないっていうイメージがありますよね。魂とか理性とかどっちって話なんですけど、あの、プラトン的にはね、全然矛盾してないんですよ。あの、プラトンの考えでは、あの、魂って、えー、三つの部品にね、分かれるんですよ。魂ってね、あの、三つに分かれると。で、それが、ま、あの、まあ、 レジュメの9ページ見てほしいんですけれども、えー、理性って部分と、まあ、これがさっきの理性ですよね。理性って部分と、気概って部分。まあ、決断力とかそういう意味ですよね。気概っていうのはね。で、あとは、情欲。まあ、欲ですよね。あの、まあ、なんだろう、もう食欲とか性欲とかそういうね、情欲ですよね。理性、気概、情欲の3つに分かれておると。で、それが魂の構成要素なんだって、プラトンは考えてるんで、えー、だからあの、 魂がイデア界を見たことあるから我々はイデアを思い出すことができるんだって理屈と、えー、理性によってイデアにたどり着く、イデアを把握できるっていう理屈はプラトンだから全く矛盾してないんですよ、えー。だって理性は魂の一部分だからっていう話でね。で、えー、っと、まあそうですね。で、このイデア説なんですけれども、まあちょっと、えー、プリント行ってみましょうか。プリントのね、えー、4番。 見てほしいんですよ、えー。4番っていうのは04っていう形でコースパワーに上がってるやつですけれども、このあの、天野正幸さんの哲学の原点っていうののコピーですね。えー、学術研究のための一部引用だから OK ということで、あの、えー、本のコピーということなんですけれども、本のコピーのプリントね。えー、で、ちょっとあの、右端から、えー、読んでみましょうか。えー、まあ、右端にね、あの、 この論争のための議論、えー、探求に関するアポリアを受け入れてはいけないと。まあ、あの、いきなり途中から、えー、始まってるんでね、あの、わけがわかんないと思うんで、あの、解説しますね。まずこのカッコの中にあの、アポリアって言葉は、あの、解決不可能な問題って意味です、えー。解決不可能な問題って意味でアポリアって書いてあるんだけど、これ、何の話をここまでしてたかっていうと、あの、知らないものって探求できないぜって、あの、プラトンのね、本の中で、えー ある登場人物が言うんですよ。知らないものは、えー、探し求めることができないだろうって、えー。まあそうですよね。見たこともないものを探すっていうのは難しいだろうっていう話で。えー、例えば、勇、え、気、ー。 っていうものを何か。まあ、ソクラテスはあの、弁証法を使って辿り着こうとしてたけども、もし俺たちが勇気ってものを知らないなら勇気に辿り着けるのかなっていうことを言う人物がね、出てくるんですよ。まあ、正義に変えても美に変えても同じことですよ。正義ってものを知らないかもしれない俺たちはそもそも、知らないかもしれないものを探し出すって無理じゃないって言われちゃうんですよね。まあ、このプラトンの本の中である登場人物にね。 で、その話の流れをね、あの、受け継いでるわけです。このプリントのところは。 えこの論争のための議論、探究に関するアポリアを受け入れてはいけない。つまりその、今言ったように、え知らないから探すことができないなん,てなんて発想を受け入れちゃダメだよってプラトンは言ってるんですね。というのも、それは我々を怠惰にするであろうし、怠け者にするだろうしえ、重弱な人間には耳に心地よいが、重弱な人間で、つまりこの、根性なしっていうぐらいの意味ですよね、ここでは。気合の足りてない奴には耳に心地よいだろうよ。どうせ探せないっていう話はさ、 他方、戦術の説、早期説は我々を勤勉で探求心を汚にするからである。つまり、あの、私たちは、魂が一回イデア界に触れてるんだっていうのが早期説ですよね。私たちの魂は一度イデアに触れてるっていう。この説を受け入れたら、我々を、あの、我々は頑張れるよねってプラトン言ってるんですよ。一回でもイデアに触れたことがあると思えば、何かを切って、 何かきっと答えにたどり着けるはずだと思って頑張ることができるだろう我々はってプラトンは言ってるんですねまあだからねあの次の文章他の観点からはってところを読みますよ他の観点からはこの説早期説に固執するつもりはない しかし知らないことは探求すべきであると考えるならば、知らないことは発見で,しできないし探求する必要もないと考えるよりは、勇敢で立派な人間とね、また怠惰でなくなるという観点から、私は言葉においても実践においても、できるだけ自分の説に固執したい。まあだから、あの、早期説っていうのは、頑張るための、やる気を失わないためのね、あの、説なんだよって。 えー、プラトンは言ってるわけですね。まあ、だからマジで、マジでね、言ってんのかっていうとちょっと怪しいんですよね。マジであの、イデア界とか、えー、魂は生まれてくる前、イデア界に、えー、イデア界を見たことあるんだとかって、マジで思ってるかちょっと怪しくて、えー、こう思ったら頑張れるからさ、っていう、こう思ったら頑張って弁償法やっていけるからさ、だから信じてみようよ、っていう、そんな感じだと思うんですね。 で、まあ、あの、この本の著者のね、天野正幸さんね、まあ、ここまでプラトンの引用だったわけですけど、の天野正幸さんも言ってますよね。えー、早期説っていうのは疑い得ない真理というわけではなく、哲学的探求を支える信念であり、ひいては、よく生きるための、あるいは立派に生きるための、いわば基本的信条なのである。ってってね。まあ、だから、学問と言えるかどうかわかんないですよね、もうここまで言ったら。よりよく生きるために、えー、頑張るために、えー、 まあ自分に自分自分で言い聞かせてるっていう感じになってくるわけですね。まあちょっと早いけど切りましょうか。